続いては今朝の特集です。最新の360度カメラを取材してきました。ここ1、2年で Facebook や Instagram など SNS に投稿できるようになった360度映像、その場にいるような雰囲気をシェアできますが、街の人たちの反応は、すごくないこれ、なんこれ、そこにいる感じになるよね。すごそう、ね、全員で撮りやすい感じですね。新しいですね、また、はい、パノラマとかより全然簡単だし、確かに。というわけで今回は進化した360度カメラをチェックします。こちらが、シータ V という 4K 対応の最新機種です。早速撮ってみましょうかね。はい、動画で撮れるんですよ、4K が。2013年の発売から進化を続けてきた元祖360度カメラ、最新機種シータ V ではフルハイビジョンより綺麗な 4K 動画が撮影できるようになりました。絶対買おう。かなり違いますね、これ実力が。やっぱり360度のいいところって、その後からその思い出を振り返れることじゃないですか。なのでやっぱその綺麗さはすごく大事ですよね。ちなみに堀さんと宮瀬さんが体験するとこんな感じ、もう宮瀬さんがここでこう近くに来てくれてる、ここで堀さんがなんかこんなにくっついていいのかみたいなね、そんなこと言っていいのかな、近くにいてくれるような動画が楽しめちゃうわけですね。そう、見ている人はこの2人の間に立ってる。さらに編集アプリを使えば360度の写真に動きをつけられたり、フィルター加工でおしゃれな映像が楽しめます。利口やりますね。シーターの場合は、まあ、立ててお消しさえすればその周りが撮れるという感じなんですけど、やっぱスマホで撮りたいということで、インスタシリーズというのが出てきてですね、まあ、これも、着実に進化してきていると。続いては iPhone に直接差し込むタイプ。あ、そういう、中国メーカーが先月発売したインスタ360。女子的には、はい、あの iPhone 女子が出てきちゃう。いや、この小ささと、うん、あの iPhone にカットさせてすぐ撮れるっていう、はい、もうやっぱり荷物少なくしたいし、うん、すぐに可愛く編集したいんで、うん、女の子には私はこっちがおすすめですね。なるほど。でモニタリングしながら中継とかもできちゃったりとかね。それもいいですよね。やっぱり自分で確認しないとね。はいはいはい。どっちがおすすめですか。どっちがおすすめですか。こちらも 4K 対応の360度撮影が可能。へえ。注目はフリーキャプチャという動画編集機能。あら。まずは素材となる動画を撮影、うん、そしてこの自由編集というところで、このボタンを押してる間だけ、こう、あ、動画を、お、自分の使いたい画角を撮っていけるんですね。そう、赤い録画ボタンをタップするだけで360度好きな視点に編集できるんです。これでもね、360度のアプリでは最近はトレンドですね。そうなんですか。普通のこう16対9のね、はい、映像になって出てくる。うわー、これなら共有もしやすいですしね。そうですね、編集しないと見づらいんですよね。さらに自撮り棒をぐるぐる回す驚きの撮影方法とは。360度カメラって全部映ってるからなんか恥ずかしい。でもあなたになら私のすべてを見られてもいいかな。本当？その場にいるような雰囲気がシェアできる360度カメラ。先月中国のメーカーが発売した新機種のバレットタイム撮影とは。何それ？なんか写真や動画を撮ってる感覚じゃないですね。うん、さあどうなってるんでしょう。こちらが完成した動画。360度ユニークな超スローモーション動画を作ることができるんです。これ、昔のマトリックスみたいな。すごい。自分も含めて内側なんか世界全部を撮ってくれてるような感じで、今までに見たことない不思議な絵ですね。本当だ。それでは最後に遠藤さんの明日ものポイントは、
360度カメラってやっぱりこう周りを見るっていうんで始まったじゃない、はい、だけどこうバレットタイムみたいに実は周りから見られたりとか、うん、後から編集とかね、いろんなものが逆転するってことで、うん、まあ、こういう商品がこれからもっと新しくなることでカメラとかビデオの文化がまただいぶ変わるかなと、そういうのを感じさせる商品ですよね、はい、面白いですね、はい、どんどん進んでいますね。え、あれを買えば関口さんの全てが見える、はい、そうですね、もう全て撮れます。今もうやってるやってる、持ってるやつですか。今撮りました。え、私物ですか。私物です。当たり前です。インスタ360万、はい、今日オピニオンでガジェットの話しなかったからみんな寂しかったでしょ。ちゃんとここであるんですよ。どうですか。いや、これは本当にあの使い方変えるんですよね。結局360度撮影って言ってもやっぱセルフィー文化っていうよりにみんな自分を撮りたいじゃないです か、うん、だかそれはを撮れるっていうのと、うん、さっき見て分かるようにこの棒が見えなくなる。そう、そうするとあの浮遊空間ですね、うん、そういうやっぱりそのマイナスに AR を使う技術っていうところがすごかったりとか、うん、マイナス、そうか、消しちゃう方に、うん、だから足すんじゃなくて消す方がずっと実はいいっていう話なんですよね、うん、そうか、情報革命続きます。リコー VS 中国深センの企業、うん、はい、日中対決ですね。そうですね、はい、気になります、はい、以上週刊明日物でした。